こんにちは。頑張る。こんばんは。誕生日近いです。あ、近くないか。近いです。こんばんは。やあ。こんばんは。こんばんは。あ、またありがとうございます。覚えてる。今日も、あ、ありがとうございます。初見。こんばんは。ありがとうございます。やっほー。はじめまして。と、推しメンは、間違えた。推しメンは須田あかりさんです。自己紹介見やすいね。ありがとうございます。ブンブンブン。推薦コメントありがとうございます。こんばんは。ブン。今日もよろしくお願いします。かわいい。ありがとうございます。岐阜県出身です。ありがとうございます。ニックネーム、ブーン。え、ブーンかブーンか、ロロちゃん。三つ編み。今日は三つ編みにしました。応援したい。ありがとうございます。応援してください。こんばんは。ありがとうございます。岐阜面二人。切っちゃった。ありがとうございます。岐阜を盛り上げるためにも頑張って、岐阜盛り上げたいです。推薦コメントありがとうございます。夕ご飯食べました。こんばんは。FC岐阜サッカー。今日はしましまで、昨日も見てくれてありがとうございます。話し方おっとりしてるのかな。
岐阜県です。頑張ります。あ、同じやった。ありがとうございます。お家は、ん？なんて読むの？合唱？かね、ん？選手？わかんない。え？わかんないです。え？岐阜県？合唱作り？岐阜県だって地元ですって。あ、なんか YouTube にあった気がする。家族、うん、お姉ちゃんが応援してくれてます。見てるだけありがとうございます。こんばんは。ブーンブーンブーン。友達にも、あ、ありがとうございます。後ろ文字、え、かわ、字めっちゃ汚いんですよ。はじめまして、66番です。見やすい、ありがとうございます。初めまして。身長は154センチです。ダンスの審査はまだ受けてません。そうなんです、あの昨日なんか貼ってなかったので貼りました。ブンブンゴム今日はありません。あの今日合唱祭だったので作れなかったです。154センチです。148センチじゃないです。ここは行きます。うん、行く。何歌ったの？言葉にすればっていう歌いました。え得意じゃないけど、絵描くの好きです。明日身長も追加します。なんか書いてみて、なんか書く、何書く、好きなメンバーは須田あかりさんです。あ、わかりました。こんばんは。高校前髪いきます。前髪ブンブンゴマ、待って、どこやったっけ、え、ペンどっか行っちゃった。あった、ブンブンゴマを書きます。来ました、これです。
ブンブンゴマ、待って、あ、ここに、これです、ブンブンゴマ。え、カイロズ、カイロズ、うん、カイロズ、カイロズ。じゃあもう一回本気で書きます。これ本気で書いたやつです。ブンブンゴマ、ブンブンゴマ、ブンブンゴマ、ブンブンゴマです、これ。これ、これはもっと本気。ん？はじめまして、はじめ、あ、ありがとうございます。はじめまして。名前？なん、なんな、なんなのおじさん？ちょっと、あ。え、これは本気、あ、本気1、本気2、本気3。え、これはここがなんかなってるやつ。あ、じゃあ次は回っとるやつ書きます。どう、回っとるやつはこれです。え、糸、お、こうして、あ、こういうこと、じゃん、これ。これ回ってるやつです。どこが毛ですか。はじめまして。あ、落ちた。表現力。ブーン。じゃあ次、犬。犬描きます。犬？犬？うん、これ犬。これは犬です。あ、体描かなきゃ。
これ犬、犬です。しょんしょん、あ、横、横顔、犬の横顔。あ、しっぽ。めっちゃかわいい。よし。かわいい、かわいい、かわいい。顔めっちゃかわいいです。こわ、こわ、え、嘘。え、なんか。かわいいです。サルボ、サルボボ、どんなんだったっけ。え、待って、めっちゃ上手に描ける気がします、サルボボ。顔なかった。これサルボボ。猫、猫、猫。これ猫。高山、高山、うん、え、高山。猫。と、サルボボ。かわいい、猫かわいい。猫が一番上手に描けるんですよ。ひげ、そうだ。ひげが、ひげ？ひげめっちゃ大事ですよね。猫。猫猫猫猫猫猫。ひげ、ひげ、ひげ追加しました。めっちゃかわいい。あ、イカ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 かける、イカかける。イカ。かわいい。うまい。何書いたか。あ、じゃあ当ててみてください。うん、イカに、あ、イカにリボン、イカにリボン、イカにリボン。うん、はい。かわいい。待って、何当ててください。できた。これなんでしょう。これ
わかりますか？も、モグラじゃない何が？あ、うん？幽霊、幽霊めっちゃ惜しい、惜しい、めっちゃ惜しい。自画像、おむすび、クラゲ。違う正解は、あ、正解はおにぎりのお化けでしたおにぎりのお化け。はじめまして。あ、じゃあ次は簡単なのにします。うーん。ん？でもなんかおにぎりのお化けはいるんですよ、たまに。よし、うん、これなんだ。え、こんな。今ね、謎の絵を当てるゲームやってます。牛駅前、牛駅前はいない。ピ？ピ？ピ？ハンバーガー？ハンバーガー？卵とソーセージのわけ。ピエロ。あ、ピンポン？ピエロ。ピエロのお化け。うーん。え、すげえ。すごい。次は。これなんでしょう。バナナ？バナナ、バナナ。え？バナナ？え柿の種、柿の種。え、すごい。柿の種。柿の種。柿の種で、柿の種です、これは。じゃあ次は、何にしよう。はじめまして、はじめまして。ピーナッツ、ピーナッツ、柿の柿の種にある。次は
ディアが急に孫になるって言われるんですよ。お花？お花？お花？あ、お花？野菜？あ、野菜、野菜、野菜かけます。あ、間違えた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 。どんどんなんか倒れていく。ほうれん草、ほうれん草、ほうれん草、ほうれん草ってどうやって書くんだろう。ほうれん草、ブロッコリー、ブロッコリー、ブロッコリー。あ、ブロッコリーブロッコリー、ブロッコリーあ、ネギ、ネギめっちゃ上手なんですよ。ネギめっちゃ上手なんですよ。ムム、ムムちゃん、うん、ムムちゃん。ヒゲ、ヒゲ、ヒゲ描きます。ヒゲここがヒゲ。顔なし？顔なし？ヒゲ、ヒゲ、顔なしのヒゲ。はじめまして。はじめまして、66番です。ヒゲ。次のペース。うわ、めっちゃめっちゃついてる。ん、昨日来てありがとうございます。こんばんは、こんばんは。ただの線、嘘、ひげ、ひげの線。むむちゃん、むむちゃん。ありがとう、応援ありがとうございます。好きになっちゃった、ありがとうございます。次何書こう。初見ありがとうございます。たかお、たかおさん、たかおさん。自己紹介、自己紹介、66番です。岐阜県出身です。14歳で中学3年生です。自由に書けません。写真と雰囲気違う、なんか違う、全然違う。5分、5分ってめっちゃ早い。え
SKE のこと、うん、あんまり詳しくないと思います。5分、めっちゃ早い。10問牛券、牛券一緒やった。特技は文、特技は、そう、特技は文、文が特技です。くく、くくは言えますよ。身長は、身長は154センチです。こんばんは。はじめまして。元気、元、おん、なん、元気。元気です。文、なんか文、うん、文は持ってないんですよ今。文、文文ごま、文文ごまが得意です。オーディション初めて、オーディション初めてです。白川郷、白川郷聞いたことあります。こんばんは、はじめまして。夜ご飯食べてきます。はい。食べてきてください。ブンブンごま。なん、糸が、糸？糸がないんですよ。紙もない。あー、どうしよう。作りたい、作りたい。けどない。初めてで、今残ってるのは。なかなか。なんかみんな本当にかっこいい、かっこよかった。まあ、あの他の子たち。夜ご飯はちくわ、ちくわ食べました。ちくわ。東京、東京行ったことあります。ちくわ、ちくわ、ちくわだけ食べた。ちく、なん、なんで、なん、ちくわだけ食べました。ちくわ、なんかちくわの天ぷら、天ぷらみたいな、めっちゃ美味しかった。夢の国、夢の国行ったことある。ちくわ、ちくわ、あったかい、あったかくなかった。明日ダイソーで糸買ってきて。ブーンちゃん、こんばんは、こんばんは。あー、あれ、身長伸びてるの、伸び、ちょっと、ちょっと伸びてる。ブーンちゃん、こんばんは、こんばんは。ちくわ、ちくわ、ちくわだけ食べました。受験です。 JK、 JK。 来年 JK。 ありがとうございます。またちくわ食べ、もうちくわ食べません。家族と一緒に材料買いに行こう、行こう、土曜日、土曜日とか。ほうちっこ、ほうちっこって何。かわいい、ありがとうございます。土曜日まで、うん、なんか、あの、うん、学校終わるのが遅くて。土曜日、土曜日、うん、土曜日作ろう、あ、作らなきゃ、ほんと作らなきゃ。こんばんは、こんばんは。学校のジャージで買い物、学校の、学校のジャージで行きます。家庭科部、家庭科部の部長でした。フォローしました、フォロー
ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、こんばんは。得意料理は、え、卵のやつめっちゃショールーム、あ、そうなんです。あ、落ちた。あ、ほいほい頑張ってね。ありがとうございます。部長になりたい平社員家庭科部は一人だけ、いっぱいいました。風呂って呼ばれるから今日も5分。卵のやつ、卵、なんか卵を割る卵を割る目玉焼き、あ、違う、卵焼き、あれ、目玉焼き卵焼き。家庭科一人だったらもうめっちゃ寂しい。初見です、ありがとうございます。身長は154センチです。茶碗蒸しってめっちゃ難しくないですかスクランブルエッグ、スクランブ、あ、そうかもしれない。スクランブルエッグが作れますえ、試食券です。よろしくお願いします。身長まだ伸びてる部長50人いました。ボケボケ、あ、卵料理全般得意、あ、わかんないけど、ん、書く。オーディション受けるのは初めてです。あ、ありがとうございます。頑張って、ありがとうございます。初見です、ありがとうございます。フォローありがとうございます。身長綺麗な顔、めっちゃ丸い顔が丸いんですよ頑張ってね、ありがとうございます。今日も緊張してますお父さんに、お母さんにです。メガネはかけません。スポーツはして何もしてません。あ、でもちっちゃい頃に体操やってました。もっと気楽気楽気楽
絶対受かりたい。岐阜弁出る方。出る方かも。器械体操？何それ？日本地図？地図かける？日本地図かける？かけます。日本地図は、待って、日本地図上手じゃないですか。日本地図機械、平均で、上手、ありがとうございます。平均でとか、なんかいっぱいなんかあって、なんか週1回じゃないわ、週1回なんか違うのをやっていくみたいなやつやってました。岐阜はどこ？岐阜は岐阜はここの辺、この辺ですよね。岐阜はこの辺。岐阜と名古屋はこの辺。岐阜がここで名古屋がここ。琵琶湖はこれ。これ。受験？岐阜ど真ん中。名古屋の南に巨大な島が。待って。まあ沖縄。沖縄ってどこなんだろう。この辺？沖縄？沖縄これ、ここ、こっち。島？北海道ってでっかくないですか、めっちゃ。意外と賢い。沢田が島って言うんだ。鬼ヶ島、新潟、本州、北海道、札幌、この辺、ここの辺、札幌ってこの辺ですか。さあ、東京。得意科目は理科。理科が得意なんですよ、実は。この夜勤頑張ってください。外れてない？やった。天才。札幌の意味。札
幌の意味、札幌、首都じゃない、あれ、一番すごいとこ、なんだったっけ、リカ水の降って、え、待って、なんだったっけ、待って、わかんない。あ、県庁所在地、あっ長七の段、七一が七、七二十四、七三二十一、七四、待って、七五35、76、42、77、49、78、64、63、63、79、あ、もうわかんない、わかんない、わかるけどわかんない。一番すごいとこ56、惜しい、あー受験、待って、56、あとちょっと賢い方イエーイ、え、言えないメンバーいるんですね、きなかっこいいな受験まで間に合う、わかんない、あの、なんか数学は本当に無理なんですよ。あ、お風呂掛け算迷ったら数字を変えてみる、自分大半より賢い、イエーイ自分も苦手、一緒アナログ時計、ん、SK 合格するしか、あ部長、しっかり数学はやればできる数学無理、ブーン音楽はめっちゃ得意なんですよ。あの4だった、あの4だった、針のやつ、え、時計がないメイクとか自分にする日本標準時高号線、ん身長154センチです。ここ時計がない部屋時計がないほくろ、ここと、なんかいっぱいある体育ほくろ楽器はできません、あのできません何か、岐阜の子です、160cmまで欲しい、あん、大きいのは嫌や、
顔が少し赤い。あ、なんか寒い、あったかいと顔が赤くなるんですよ。ほくろいっぱいある、いっぱいある。加藤ルミ知ってるの？わかんない。推しメンは須田あかりさんです。え、3000人、え、すごっ。お餅、お餅、お餅、お餅。岐阜の、こんばんは、こんばんは。3000人超えてるのから、岐阜の森には動物いますか？イノシシとかいます。人気あるね。え、全然人気ないです。坂道グループも、坂道グループもちょっと好きです。あっち、おっと、あちゃん、しわし、おっと、え、岐阜県出身の子、 SK の子ですか？すげえ田舎か、すげえめっちゃ田舎です。本当にもう山、山。鹿もいる、鹿もいる、鹿も、なんかいい、めっちゃもう本当に虫、虫がいっぱいいる。一緒だ、一緒だ。人気、イエーイ。生年月日、誕生日は12月の28日です。待ちよ、明日、明日？え、通えるのか。電車、電車だとカモシカ、カモシカ、なんかシカいっぱいいる。あーばば、シカいっぱい。動物の森、リアル、リアル、リアル。雪いっぱい、意外に降らない。あ、降るか、降るけど。こんばんは、こんばんは。田舎に住んでる。あ、一緒、一緒だ、ブーンブーン。動物飼ってるの？犬飼ってます。今来ました、今来ました、今、ありがとうございます。イタチ、そう、イタチ、イタチいます。あ、わわわわ、イタチ、ほうば寿司が好きです。葉っぱのやつ、葉っぱ、画質綺麗、よかった。合格したら名古屋に出てくるの。通えると思います。リス園行ったら、リス休憩中、休憩中、休憩中、あー、鹿いっぱいおるん、鹿いっぱいおる。ワンコの名前はクロちゃん、クロちゃん。帰る遅かったルカちゃんと。ねえ、リス、リス休憩、休憩すんの。え、クロちゃんっていうマネージャー、クロちゃん、クロちゃんです、クロちゃんです。は？待って、なんかこっちにどんどん行っちゃう。保険、保護犬、クロちゃん。違う。岐阜城のリス、リス園って何ですか？リス、リス。クロちゃんです。わわ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 、黒、そう、黒い犬だからクロちゃん。ムムちゃん、クロちゃん、
賢い、めっちゃ賢い。岐阜城の立線、え、岐阜城に立線あるですね。女性マネージャークロちゃんはダックス、ダックス、台湾リス、台湾リス、クロちゃんは何歳、12?11? 文部長が名前つけたの。え、なんか名前、なんか気づいたらついてた。岐阜城のおし、あ、お城のところにリス村。知らなかった。今度行ってみたい。頑張ってほしいから。あーばば、アイラブ、アイラブ岐阜城。ハート100個投げたよ。え、ハート、あ、すごい、すごい、ありがとうございます。オス、メスです。クロちゃんに書いてみて。リスの、リスの休憩時間あるか気をつけてね。リス気をつけます。クロちゃんはあー落ちた。待って、めっちゃ上手だ。これクロちゃん。めっちゃ可愛いんですよ。お風呂から、え、5分、5分で入りましたか。気づいたらついてた分、分、おお、うまい、うまい、あ、可愛い、うまい、ありがとう。垂れ耳、垂れてます。眉毛がなんか丸い、なんか茶色いやつあります。眉毛5分ちょっと。眉毛かわいい。ですよ。なんかほんとなんか丸い眉毛がついてるんですよ。一緒に寝るの、一緒に寝ない。人面犬、あ、顔、犬に顔がある。オーディションの画像を変えてもらった方がいいね。実物全然なんか全然違う。笑顔。笑顔。だるま、だるま、だるま100個。だるま、ありがとうございます。はじ、あーばーば、はじめまして、はじめまして。写真大人、え、なんか本当に大人に見える。ハートとか、だるま、え、すごい、え、ハートとだるま、
すごい14かわいい分ありがとう分14さ14には見えないね。え14あでももうすぐ15歳になりますツイッターやってますか？やってませんは12月28です。あ明日特技ブーンと身長あ帰ってきます。クリスマスとプレゼント一緒にされそう。一緒にされないされないけど、なんか最近はなんかクリスマスプレゼントもらえなくなっちゃった。今は何が欲しい？なんか充電器が2個になってるやつが欲しい。大掃除してそう。大掃除全然なんか掃除しないんですよ。あんまりサンタと親は。欲しい？覚えておくよ。ありがとう、覚える。ありがとう。クリスマスプレゼント欲しい。欲しい欲しい分。それは残念で、10ね。いい子にしてないともらえない。もらえない。もらえない。なんて読むんだろう。お隣長野からこんばんは。こんばんは他には何が欲しい？お菓子欲しいお菓子が欲しい。合格が欲しい。え、めっちゃすごい。お菓子。さっきコンビニ行ってお菓子買ってもらった。なんかめっちゃお菓子が欲しい。ツイッターでみんな応援ツイートしてる。何それ。ちくわ好きな食べ物ちくわちくわは普通に好きあ合格とお菓子合格が欲しいチョコフレーク大好き。美味しいですよねチョコフレークって兄弟いる。兄弟お姉ちゃんがいます。コンビニあるのあるあるある。あります。よかったね。よかった。クリスマスにブーツに入った。あの、大きいやつってすごいですよね。意外と都会。意外と、めっちゃ田舎。なんか、坂。雪降ってない。降ってません。まだ。でも、最近めっちゃ寒い。お姉ちゃん。もう、綺麗そう。お姉ちゃん、あでも全然顔似てないんですよさっきポッキー食べた分。さっきポッキー食べた。ポッキーって美味しいですよね。いっぱい入ってるし信号あるある。コンビニって東京は20時間。こっちもですよ
イノシシ、イノシシ出ます。なんか岐阜はいいとこだよね。いいとこたまに無性に。わかります、それ。本当に食べたくなりますよね。合格して握手したい、握手したい自転車乗れる、乗れます、乗れます、自転車。え、乗れる、乗れるよ岐阜でも都会の方だと思うぞ。岐阜、うん、全然、ま、本当に田舎です。きのこの山、たけのこの里、たけのこの里が好きゲロ温泉、ゲロ温泉いい、いいところ岐阜行ったことない。岐阜ってなんか、うん、ってこと、来てみてください一輪車、一輪車乗れない。写真だと23、 23? やばいい、やばいすだちゃんに握手教えて、教えてもらいたい岐阜は海がいい、何でもある、素晴らしいところらしいね。海、うん、素晴らしい。猿、猿、猿はいる、めっちゃいる。中津川、中津川電車ってタイヤ3つついてるの。タイヤ2つ、タイヤ2つ岐阜大好き、よく高山に行ってた。高山、高山いい、高山楽しそう。毎年岐阜ちゃん祭り、すごい。猿めっちゃおるん、猿めっちゃおる、猿、うん、めっちゃおる白川郷もいいね、白川郷いいね。SK 岐阜の SK メンバーのテレビ見たことない、見たことない。 YouTube とかならあるかも、フォローしとくね。ありがとうございます。東京も山の方に行けば野生の猿が、東京にも。飛騨牛食べたい、飛騨牛美味しい、めっちゃ美味しい修学旅行が飛騨、修学旅行、耳、耳が小さい、耳が小さい岐阜のエスキなんだっけ、なんか、あ、なんだっけ、あの、え、なんか昨日、あ、間違えた、昨日なんか知った人、メンバーが岐阜一回だけ行ったことある、駅出たら金、え、え、あ、岐阜、あ、家の近くかもしか、めっちゃすごい、家の近くですごい、もうすぐ時間？うわ、岐阜城に住んでないアニメは、アニメあんま分かんない。8時までです。岐阜面最近知った最近知りました、うっぴん写真撮るけど、はじめまして、また今度見ます、ゆっくり見てくださいウインク、ウインク、うん身長は154センチです。ルカ先輩、あ、昨日教えてくれたのがルカ、ルカさん身長は154センチあります。
写真と全然違う。身長気になる気になる。え、待って、55分までやります。止まって半目になってて。やば、それはやばい。生徒会長、生徒会長、生徒会長。ルカ先輩、頭良さそう、わかんない。66番覚えておく、覚えてください。ありがとうございます。53分、あと2分。岐阜は雪よく降りますか。冬2月とか降ります。写真撮り直そう、撮り直したい。ブーン先輩に会えるの楽しみ、楽しみ、会いたい会いたい、楽しみ楽しみ。明日は髪型変えますか。分かんない、変える、変えると思います。明日も配信します。ブーンさん、ブーンさん、早く握手、直接。ダンス頑張ります。壇上の人やん。同じ岐阜県だから、ありがとうございます。モヒカンだけは、モヒカン。モヒカンじゃない、ブーンが謎、謎。明日も会社から早く、ありがとうございます。13位から、え、配信ありがとう、ありがとう。あ、待って、今何分だろう。あー55、え、もう頑張ります。ありがとうございました。終わります。あ、55分、ありがとうございました。